はい、おはようございます。今回はバーの持ち方をこうすればセンターが上手くなるです。前回のバレエレッスン8ではピルエットを題材にして話しましたが、少しね長めの動画になってしまいました。でも大切な話をしたので、まだ見てない人はねぜひ見てみてください。ではバーの持ち方を話したいと思います。バーの持ち方ですが、普段ね普通に持つとこんな感じだと思います。今手のひらが上ね、指が体の反対側、バーの反対側に巻き込んでる感じ。これをずらして指が上にかかるぐらいで、少し手の位置を前にしてこんな風に持ってみてください。これだけです。これまず何がいいかというと、大抵こう持つとバーを引っ張っちゃう子が多いです。こう持つことによって知らないうちにバーを引っ張っちゃうことを減らすことができます。引っ張ろうすると力入んなきゃいけないから、まあ、気づきやすいし引っ張りづらくなる。特に小学生ぐらいの子、中学生ぐらいの子、もちろんねもっと上の子でもね、軸足に対する体重の乗せ方の意識によってはバーを引っ張ってレッスンしている子すごく多いです。バーを引っ張ってレッスンするとバランスがかかとバランスになって、立ち方も悪いから軸足もあまり綺麗じゃない筋肉がついちゃう。バーであんなにできたのになんでセンターだとできないんだろう、なんでよたついちゃうんだろうっていう子は、バーの時にバーを引っ張ってて自分のバランスを足で支えてないからが原因な子が多いです。だからバーを上から持つように、指をこっち側に巻きつけないで上に置くようにして、自分の足の裏、体重が乗ってるところに意識してください。どんなにかかとに多めに体重が乗っても5対5まで。つま先に6、つま先に7でも、シーンによってはね、つま先8、9、10ぐらいの気持ちでやった方がいいのもあって、利点がいろいろその時何を学ばせたいかによって少し変わります。だからこれはそれぞれの、ね、レベルとか年とかに合わせて自分の先生の指導をちゃんと聞いてやってみてください。でも 5-5 よりかかとにバランスいくことはないだろうし、バーを引っ張った方がいいっていうことはほとんどないので、上から置いてください。引っ張るぐらいだったら少し押すぐらいの方がいいレッスンができます。基本的にはバーを握りしめないでね、自分の足でしっかり立つってことを意識してレッスンをしてほしいんだけど、一つだけバーを握りしめてもいいかなって思うこともあります。それは握りしめて踏ん張らないとできないぐらいの何かをトレーニングするとき、例えばセンターでどんなに頑張って単重や十手やグランバットマンしても、足がバーの時よりも思い切ってね高く上げたりね、早く上げられなくなっちゃう子がいると思います。早く動かす筋肉を鍛えるためには必ず早く動かさないとダメです。早い筋肉がうまくセンターでできないから、じゃあその分私は数をやってゆっくり少しなっちゃっても、いっぱいやれば筋肉がつくだろうって思う子もいると思うけど、これはつきません。早い筋肉を鍛えるときは必ず早く動かさないとその筋肉はつきません。持久力の筋力と早く動かす筋肉は別の筋肉なので、必ず早く動かす必要があります。そういう場合に関してだけは握りしめてもいいと思います。そう、気づかないうちにねこうやって握りしめちゃってっていうことがすごく多いので、できるだけ力を抜いて、たまにこうバーを離してみてね、バランスいいとこにいるなっていうのを感じてみたり、こう少しバウンスさせて重心がねかかとにいるかつま先にいるか、何対何ぐらいで立ててるかを意識したりチェックしながらレッスンをしてみてください。こうやってね引っ張っちゃったり、手離したらわーってね倒れちゃうようなねレッスンしてる子たくさんいるので、まずこれを直してみてください。はい、今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価やコメントもよろしくお願いします。ではまた次回。